この企画はゲストとともに思う存分打って語って飲んでもらう企画です。それでは開店。アイネ空が落ちてくる You are shock 俺の胸に落ちてくる熱い心鎖で繋いでも今は無駄だよ邪魔する奴は指先一つでダンサー俺との愛を守るためお前は旅立ち明日を見失った微笑み忘れた顔など見たくはないさ愛を取り戻せこれダメだねすごいこれダメだねよろしくお願いします。実践していただく人は新オリムシャー5号機となっております。はい、今回この試合について覚えてありますか。この台はあれを引いたことあります。バケ中のフリーズを引いたことあるんですね。鬼ボーナス、任せてください。鬼ボーナスという名のボスボーナス。まあまあまあ、はい、下に乗せて別に打つわけまあまあそうっすね、ちょっとは知ってるということです。ありがとうございます、はい、じゃあ、あれがちゃんとでしょうか。はい、ちょいちょい打ってましたよ。ただメインにはならなかったです。なぜかというとミリオンゴッド神々の系譜というものすごい台があったんで、あれが取れない時、かんばしくない時だけちょっと裏の島にあるこちらを叩いてみたりとか。あんまりエピソードないです、はい、あれ5号機やると途端にいやいやいやめちゃくちゃ打ちましたね、うん、もう当時の、僕がパチプロだった頃なんでメイン規制これか、ルパンです。ほうほうほう。でもう6班ルパンなんてねプラム出るか出ないかですぐ6班できるんで、それがなかった瞬間に鬼武者の朝一確認してリセットを確認してっていうのでめちゃくちゃお世話になりました。ありがとうございます。鬼武者さんただこれ以降の鬼武者は、ほぼ打っておりません。はい、以上となっております。ありがとうございます、はい、本編では朝比奈さんに今の名産魅力をたっぷり語っていただきたいと思います。それでは行きましょう。せーの、朝比奈さん。ドーナミンシーダ、あ、いやいや大好きな、はい、バイバイ、はい、バイ。いやいや、酔っ払ってまいりました。酔っ払ってまいりましたよ。うまい。どうしましょうかねこれ知ってます。これ、はいはい、宝、ああ、ああ、え、これ、これ半分ぐらい飲んだら立ちます、うん、へえ。まだダメだ。あ、まだダメですね、まだダメ、うん、これ知らないです何の話だっけ何の話でしょ。はい、ぜひカットしないでください、はい、まあ、せっかくなんで、うん、まあ、根掘り葉掘りっていうねところは、まあ、波乱編と通常編というわけで今回通常編で。ああ、よかった、うん、よかったそんなないでしょ、ネタ悪いやつ。まだあるんですか。いやー、ないですよね。そんな、じゃあ、まあ、でもどっちかというとこっちの方が失礼なこと聞いていくんで怖い怖い怖い。ダメ、ダメですよ、コメントに。あいつセクハラだとかパワハラだとか。はい、まずですね、まあ、生まれが栃木県出身ということで、はい、朝比奈さんのことを知ってる方は、まあ、ご存知だと思うんですけど、小学校とか普通に育ったんですか。普通です。普通に、普通に育ちました。地元の学校出て、はいはい、地元の中学校に行って行って。でもやっぱり栃木なんで、はい、ちょっとやっぱそのねヤンキーな
やっぱだってカオリッキーさんとかも絶対本人は否定してますけど、絶対赤羽のヤンキーでしょって僕は思ってるんですけど、まあ本人は違うって言ってるんで、あのね、前のカオリッキーさんの回でも聞きましたけども、絶対カオリッキーさんは僕はヤンキーだと今でも思ってますけど、どうですか、そういう時代は一切ないですね。ないですか。憧れてはいました。あ、そのなんかバイクに乗ってる先輩かっこいいなとか。あ、男の先輩。はいはいはい、はい、そういうのありました。二血したりとかしないで。二血は、まあ、するよね。しますね。するよね。しますね。でやっぱそのかっこいいなと思ってる先輩の後ろに乗るのは良かったですか。うんうんうん、そうですね。あ、ただ、はい、私あのバイクの後ろもそうなんですけど、はい、自転車の後ろとかにも怖くてギャーって言っちゃうんですよ。あ、なるほど。うわーってなっちゃうんで、はいはい、乗せてもらえなかったですよ。うるさい、うるさい。あ、ちなみになんですけど、はい、前に男性が乗ってて、はい、後ろに乗ってるわけじゃないですか、はい、どう捕まります？洋服？新しいスタイルだな、それ。え、洋服、その足こうなってますよね。ちょっとボス、ちょっとこう来て。え？ボスこう来て。ここ？え？いや、ボスね、ボスがこう。じゃないですか。うん、はい。したら、いや、マジで。え、だって。好きな先輩でしょ？好きな先輩。こうじゃないの？いやいやいや、できない。できない、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 できない。できない、できない、できない。できない。できないです。へー。ああ、いや、なんかね、僕の中では、こっち派と、肩持つ派っていう。肩肩ですよ。え、だって腰、うん、あー腰、腰、あ腰か、お腹、まあ、まあお腹がね、やっぱ、うん、男としては嬉しかったですよね。まあまあ、そうですよね。自転車とかも常にこうだったんで、うん、ちょっとのガターンでも、うん、ってなってうるさい。自転車って横じゃないですか。なんかよく自転車って後ろの足、横乗りの子が、それが昔はね、50代からだから。あ、まあ、だってスカートだから横乗りの、それ50代。え、そうそう、あれ危ないんですよ、めちゃくちゃ危ない。ね、あれでスカートが引っかかってとか、うん、はい、ボスは初めて女性を後ろに乗せた時はどんな感じだったんですか。初めて、いや、だから横乗ってきて、しかも全然彼女でも何でもない人が、うん、駅まで乗せてって後ろにこうやって横で、アッシー君、アッシー君、じゃあ駅まで結構遠かったんですよ、学校から。でバスかなんかの人がだ乗り遅れたなんかで、うん、じゃあ乗せてってって、それで彼氏はいつできたんですか。彼氏最初ですか。最初、最初は中学校です。中学校何年生。中学校1年生の時。1年生、あら早いですね。にそうです。どういう人と。どういう人、同じクラスの。あ、同じ学年ですね。じゃあ、あの私の通ってた小学校、もしもいたところなんですけど、はい、小学校って一クラス16人だったんですよ、うん、男6の女10の世界から中学校行ったらもう7クラスになったわけですよ、うん、ああ一気に。そう、うん、それでもう男の人がいっぱいいるわけじゃないですか、うん、今までと違う世界ができて、クラスにかっこいい人がいて、うん、好きになって、うん、で2年間交換日記をしました。喋れなくて恥ずかしくて、交換日記を夕方っていうか、その放課後にこう入れて机の中に、で次の日になるとこう入っててっていうのを2年間続けて、で中3の時に初めて一緒に帰ろうってなって。え、その交換日記状態の時はもう彼氏なんですね。一応彼氏です。もうみんな知ってる公認のカップルだったんですけど、同じテニス部 で、うん、で当時テニスの王子様が流行ってたので、すごいテニス部がいっぱいいたんですけれども、はいはいはい、まあ、テニス部だったんですよね、うん、で私もテニス部 で、うん、で部活とかも一緒で土日とかもだから会うんですけど、うん、まあ、一切喋れなくて、うん、おはようから始めてみるとか、そういう話でなんて呼ぶとかまでこう交換日記で決めたんですけど、うん、呼べないわけですよ。で同じクラスにいるけれども呼べなくて、でおはようっていうのも、もうこう目合わせられなく、おはようっていうのを2年間過ごして、はい、で3年で違うクラスになっちゃって、さすがに会えないじゃないですか、うん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 、で交換日記もできないってなって、うん、でみんなが友達が協力してくれて、放課後こう2人になって、うん、一緒に帰りましょうと、うん、でこう無言の自転車から徐々に喋れるようになって、はいはいはい、っていう感じですね。ようやく彼氏彼女らしくなったのが中3でしたね。なるほどですね。
で、中3には抱かれたんですか？抱かれてないあの、そういう中とかもそういう次元じゃないですね。もうあの土日にデートとかも1回行ったんですけど、はい、もう全然喋れなくて、もう手も繋げないです。ダブルデートに行ったんですけど、はい、ダブルデート、ね、ダブルデートだと2人じゃ無理だって言って、でも私も 女友達とずっと一緒にいて、もう喋れない喋れないって言って、うん、全然ダメで、うん、で卒業しちゃったんですよね、うんうんうん、中学。なんで別れちゃったの？高校がまあ別だったっていうのと、彼があのテニスがすごく強くなってしまって、全国大会とかすごい行くような感じになって、もうテニステニスで、もう土日はテニス、もう全国行ってテニステニス で私は吹奏楽部に入ったんですけど、テニスやめて、はい、だったんですけど、吹奏楽も忙しくてもう一切連絡が取れなくて、で私は共学に行ってて、彼は男子校だったんですけど、まあ共学にいると楽しいじゃないですか、はい、もっと近くにいるじゃないですか、いっぱい、うん、男はねで会えないんで、はい、もう別れしましょうって。なるほど、はい、で次に付き合ったのは高校の。そうですね、高校共学の同級生、はい、同級生でした。で抱かれたんですか？抱かれてないですねそこも抱かれてないですね。抱かれてないです。え、いつ抱かれたいつ抱かれたんですか？え、その時もまだチューもしてない。チューはしたかな、してないかなぐらい。手つなぐので精一杯でしたね、その時は。あらららららら、私が本当にその頃純粋で。その頃は、いやまあもう純粋だったんですよ。本当に男の人、好きな人はできるんですよ、はい、できてその付き合えるんですけど、はい、その後がもう恥ずかしくて、うん、ご飯も対面じゃ無理っていう。なるほど。口開けるのが恥ずかしいなっていうぐらいだったんで、もう全然彼氏彼女らしくないけど、まあ付き合ってるっていう感じでしたね。なるほどですね、うんうん、そう。でもそれだけこう恥ずかしいっていうのがあって、うんうん、最初は大変だったでしょうって思うんですよ。最初は私その高校卒業して専門学校に行ったんですけど、はいはいはい、美容の、はい、であのアルバイトをしてたんですね、はい、アルバイトをしながら一人暮らしをして専門学校に行ってたんですけど、はい、でそこ焼肉屋さんでアルバイトをしていて、ほうほうほう、でそこの先輩、うん、4つ上の先輩でしたね、ほう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 、がいたんですよ、はい、でガンガンこうアタックされて、はい、で付き合ったんですけど、はい、まあ、最初にこうなんかこう来るわけですよね。4つ上なんでもうガンガン来るわけですよ。ガンガン来ますね、そうね、来ますよね、うん、でも私はあの3ヶ月待ってくださいと。さあ遊びとかちょっと嫌なんで、うん、3ヶ月お待ちください、はいはい、でもいや待てないっていう話をされたんですけど、うん、いや待ってください、はい、私はそれじゃないとお付き合いできません、うん、と言って待ってもらいました、うん、です。だから3ヶ月後に解禁したわけですね。そうですね、あ、はい、もうそこからはじゃあ何の恥じらいもなく何の恥じらいもうないっていうわけじゃないですけど、うん、まあ、普通にお付き合いしても喋れるようになったし、そうですね、まあ、そういうのも、はい、まあ、いいかなっていう感じになったんですね。まあ、そっから一気に男友達は増えた気がしますね。あ、パチンコとかも、まあ、その頃バイトの先輩から教わってやるようになったんですよ。でそっからもう麻雀も始めて、悪い世界に行きましたね。そうなんですよ、はい、まあ、そっから女友達と遊ぶより、うん、男友達と遊んだ方が楽しいってことに気づいてしまって、男18に女1人でそのロッチに、ね、そう、はい、ロッチに泊まりにこう、はい、行って、はい、麻雀大会をしたりだとか、まあ、そういう生活を。麻雀大会終わった後、その18人の男を選びたい方で。いや全然全然、それはロッチの2階は私で、はい、下は全部攻めてくるやついなかったんですか？いない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 です、ね、いないですか？いないです。あ、真面目ですね。男っぽかった、もう男っぽく染まってて、うん、なるほど、もうなんか女に見れないみたいな感じだったんで、まあ、それでもう女友達遊ばなくなっちゃって、はい、逆に男友達の方が楽だなっていうふうになっちゃいましたね。なるほど。じゃあ男とも、もうそっちの方が喋りやすいぐらいになっちゃうんですね。ふぐだったのに。そうなんですよ変わってしまったんですね。なるほど。まあ、じゃあその4校目の先輩がきっかけですねそうですね。あ、でもよく3ヶ月我慢しましたね、そう先輩。うーん、落ちまか、まあ、初対応しました後に専門学校を辞めます。辞めたんですか？辞めました、半年で。
ほうほう、あら楽しくなっちゃってもうあのいや違います小さい頃から美容師になるのが夢だったんですよ、はい、で、はい、本当は中卒ぐらいで私は美容師になるんだって親に言ってたんですけど、うん、せめて高校は出ときなさいと言われて、うんうん、で高校2日に行ったんですけど、うんまあ、それでもやっぱり夢が諦められなくて大学行きなさいって言われたんですけど、いや私は専門学校行くって言って専門学校行ったんです、うんはい、で一人暮らしもしてもう実家から通える距離だったんですけど、うん、もう家を出たくて出てやったんですけど、やっぱアルバイトとその専門学校とっていう、まあ、大変だったんですよね。家を出る条件が全部自分でお金を出すだったんで、まあ、学費とかも返すっていうので、まあ、アルバイトをしてたんですけど、夏休みとかもひたすらもうアルバイトをしていたら、ついていけなくなっちゃって、専門学校。専門学校。でもともと私不器用なんで、向いてなかったっちゃ向いてなかったんですけど、気づいちゃったんですけど、はい、ついていけなくて、やめようと。まあ、その頃でも焼肉屋の彼氏もいるよね。います、います。で、辞めた後もまあ付き合ってたんですけど、はい、そのまあ焼肉屋の彼氏との結末は、その大学4年生だったんですよ、うん、で知らないうちに就職活動をしていて彼が、うん、で元々長野の方だったんですね、はい、だ長野の就職活動をしていて、うん、卒業したら長野に帰りました、うん、それでじゃあお別れ、お別れですね、うん、遊ばれてたってことですね。え、そうなんですか。そういうことです、うん、ついてこいぐらい言ってほしかったです。そしたら私は何もなかったんでついて行ったんですけど、はい、何もなく去っていったんで、え、長野に行くから別れようってそれも言わずに、言わずに去ってって、うん、言わずに去っていくんですか。去ってってえ、こっちに就職するもんだと私は思ってたんですよ。まあまあまあ、何も聞いてないんで、うん、そしたら長野ってなって、うん、えっていう、うん、あ、そうなんだっていうので連絡が取れなくなった。取れなくなったんですか。で終わっちゃって、まあ、そこから私はだいぶ引きずったんで、その後しばらく彼氏がいないんですけど、うん、もうショックで、うん、そりゃそうですよね。そう、初めての方です、うん、まあ、そうだそうだ、ショックすぎて。ガイドの喫煙所、あの編集部の喫煙所で初めて先輩方と会ったんですけど、もう怖すぎて、うん、誰とは言わないですけどガールさんじゃないですか。いや違います、ガールさんではないんですけど、うん、あの、あんまりそう舐めない方がいいよっていうのを言われる、ね、おその女だから今仕事をもらえてるかもしれないけど、うん、あ、舐めない方がいいよみたいな。誰だ気になりますね、誰か。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。他の動画も見てくださいね。バイバイ。